はい、それではですね、丸ボイラーの中の、細かく分けられた部分ですね、それについて見ていきたいと思います。丸ボイラーの中には、先ほどですね、縦ボイラー、円管ボイラー、露頭円管ボイラー、露頭ボイラーというふうにあるというふうにお伝えしました。ここではですね、この縦ボイラーというやつについて見ていきたいと思います。縦ボイラーというのは何かというと、ここに出ているようにですね、先ほど紹介したやつはこうボイラーの部分、胴の部分が横になってましたけど、縦ボイラーというのはこう文字通りこう縦になっている、こう筒が縦になっているから縦ボイラーというやつです。で、これの詳細を見ていきたいと思います。まずですね、縦ボイラーの中には、縦ボイラーの図が、こんな感じになってますね。さっきの写真の部分を、スパッと切ったら大体こんな感じっていうやつですね。まずここの部分で、火がくべられてる、ここでいろいろ燃料を燃やしてるわけです。で、水面がその上にありまして、ここからですね、水面がグツグツと煮立つので、ここから蒸気が出てきますという感じになりますね。で、燃焼ガスが、煙って言ってもいいですけどね、燃焼ガスがここからここを通って、出てくという形になります。なので、ここでですね、定義的に言うと、胴体が直立し、加湿が本体下部に設けられたボイラーっていうのは縦ボイラーっていうふうに言うということですね。これですね、文字で胴体が直立し、加湿が本体下部に設けられたボイラーって書くとなんだかよくわかんないですけど、これはつまりこういう図なんだってことを思い浮かべてもらえれば、これ縦ボイラーなんだなっていうふうに言えます。で、縦ボイラーも、細かく見るとですね、さらに分けることができまして、まず、これが一番プリミティブな原始的な縦ボイラーなんですけど、これの場合だとですね、加湿というか燃焼ガスが水面と触れてるのは、ここの部分ね、このぐにゃーっと曲がってる部分と、それからこの燃焼ガスは煙が通って、ここの部分しかないわけです。なので、もうちょっと増やしたいなというですね、工夫をしたりするわけですね。なので、こう水の管をこういうふうに通すわけです。水がこういうふうに通る、ね、これをこれだけだとちょっと分かりづらいかもしれないんで、こうさらに90度ギュルッと回ると、ここの管がこう、パイプがね、こういうふうに燃焼室を通ってたりするわけです。こういうふうにしたものを、縦ボイラーは縦ボイラーでも、よいしょと、縦ボイラー、横管式の縦ボイラーっていうふうに言います。こういうふうな工夫をして、ちょっとでも電熱面積、燃焼ガスが水を温めているところね、それは電熱面積って言うんですけど、この電熱面積を増やした、横管で増やしたのが縦ボイラー、横管式っていうのがあります。さて、で、じゃあ横管式があるんだから、 縦もするやつも何かあるだろうということで、これは縦円管ボイラーってやつですね。縦管というわけじゃなくて、円管の部分、煙が通る部分、燃焼ガスが通る部分が縦になっているのが縦円管ボイラーってやつですね。これは電熱面積を増やすために多数の円管が設けてるんですね。ここさっきは水の管がこう横に通ってたんですけど、そうではなくて、ここ燃焼ガスがこう上に通ってるね、もくもくもくと。こういうふうにすることによって、ここのパイプの周りにですね、水が来ますから、これでですね、電熱面積を増やすという仕組みになっています。これが縦円管ボイラーってやつですね。ちなみにこれ縦円管ボイラーではなくて、縦多管ボイラーなんていうふうに言われたりもします。こんなふうにですね、こんなふうな種類があります。さて、よいしょっと。で、この縦ボイラーの特徴なんですけれども、これはどんな特徴があるかっていうとですね、まずこれ、狭い場所に設置可能。最初に例で出したい、こう横になってるやつっていうのは、胴が横にゴローンとしてますから、いろいろ場所を取るわけですよ。でも、これは縦ボイラーは狭い場所に設置可能、これ縦になってますからね。例えば、休みの日にゴロゴロとしてたりすると、こう奥さんとかにこう、あんたちょっとどいてって言われますけど、ゴロゴロしてないで、こう隅っこで立てたりすれば、狭い場所にもね、入れますから、あまり邪魔にされないということで、縦になっているから狭い場所に設置可能という特徴があります。で、そんなもんでですね、こう狭いところにひょいっと置けばいいだけですから、移設や設置が容易という特徴がありますね。それで、さらにですね、狭い場所にも設置可能なんですけど、これは電熱面積が少ない、効率が悪いというですね、ポイントがありますね、特徴になります。これは効率が悪いんで、いろいろですね、なんとか工夫しようとしたのが、さっきの横管式だとか縦円管だったりするわけなんですけれども、これ他にですね、この後に紹介するいろいろなボイラーと比べて効率がちょっと悪いぞという特徴がありますね。で、さらによく言われているのはこちら、水面が狭く水分の多い蒸気になりやすいという形です。縦になっているもんですから、こう水面の部分がですね、あんまり大きくないわけですよ。そうすると、蒸気以外にも水とかですね、そういったものがいっぱい出てきやすい。
なのでこう蒸気を含んだですね、多く水分を含んだ蒸気になっちゃう。つまり あんまり質の良い蒸気が出てこないというふうな特徴があります。それから縦になってるもんですから内部が狭く掃除や点検が困難なんですね。こう掃除も穴とかはあったりするんですけど、あれを開けてもこう中が入り組んでますから、こう結構大変なわけです、掃除したりするのは。なので、ちょっと大変だと、掃除や点検が困難という特徴があります。まあ大体こんなですね、5つの特徴がよく言われております。